北ほの西にある高松だけから見た、トラゲ山山頂トラゲ山は、秋田県湯沢市にある山である。東北百名山に選ばれている。トラゲの名前は、山腹にいく筋かの沢が、縦島の模様に見え、それを、虎ラの毛に見立てたことに由来する。この筋は、秋に目立つと言われている。山六一体は、ブナや、ヒノキなどが茂る、天然林である。 栗駒国定公園のほぼ中央部に位置し、秋田県と宮城県の県境付近に位置している。その山陽は、周囲の山々と比べ、ひときわ目立つ、大きなドーム型をしている。山麓には、秋の宮温泉郷がある。1930年に、付近の高野湯温泉の主人である、小山田八兵衛が死費を投じて建設した、登山道は、 平坦な道をしばらく歩いた後に橋を渡り、標高630メートルの休憩地に至る。そこから一気に600メートルの急登となる。途中にはベンチが設置されている。標高700メートルから1000メートル地点は、ヒノキアスナロと黒部の根性林となる。ヒノキアスナロ林は強風により、多くの木が倒れている。標高1000メートル付近には、秋田県では、 分布が限られたサラサ道段が群生している。標高1200メートルまでは、ブナ林で覆われており、それより高い標高では高山性、紅葉帝木林が山頂まで続いている。宮間奈良、峰桜七かまどなどの紅葉樹の中にキャラボクが混成している。標高1234メートルには高松岳、重層路との分岐点がある。 ここから北に進むと高松岳に至るが、重走路は長い上に、水場がなくやぶもひどいので、見客者向けである。広い山頂からは360度の展望が得られる。栗駒山、神呂山、鳥海山、高松岳、山伏岳などを見ることができる。山頂には、避難小屋が立つが、2010年11月3日の、大風によって破損し、使用不能となった。 そのため、避難小屋の改築工事が行われ、2012年10月14日から使用できるようになった。山頂の南西側には、高層湿原が緩い傾斜で広がっている。この湿原は、植物群落地として保護されており、栗駒山の美しい山陽を映し出す地包みも、点在しているなど、まさに、雲上の楽園となっている。 トラゲ山の高層出現は、冷炭層で形成されており、雪解け後にはひな桜、チンブルマ、岩井町などが一面に咲く。また、ちつつみは、わたすげや毛仙ごけなどに縁取られている。トラゲ山は、トラという文字がつく山では、日本で最も高い山である。2003年には、プロ野球チームの阪神タイガースの優勝を祈願する、集団登山が、 トラゲ山で行われた。そのため、同チームのファンには、トラの聖地と呼ばれ、必勝を祈願する多くのファンが山頂を目指すことでも知られている。2010年には、海山80周年祭のイベント登山が行われた。トラゲ山トラゲ山、山系オンライン、2020年7月閲覧 AB、三省道、日本山名辞典日本山学会、編 新日本山岳史33歳の時、父の虎像から名手、名月と温泉経営の家業を継ぐ。小山田式飛び口消火器など、発明物件10種に及び、町のエジソンと言われた。昭和6年に帝国発明協会から表彰される。虎毛山に登山道を開設し山頂に、金華山の神社を祀った。ABCD 阪神ファン、日本一祈願。 聖地の秋田、トラゲ山。ありがとうございます。